生。前にもコードチェンジのやり方を教えてもらったけど、やっぱりうまくできないよ。かなで、もう寝る。いや、かなで、寝てはいかん。こんな雪山で寝ては死んでしまうぞ。いや、かなで、かなで。ああ、おっす、ギター博士じゃ。今日はコードチェンジが少し楽になるアイデアを紹介するぞ。先ほど奏が弾いておったのは C メジャーと A マイナーのコードチェンジじゃったの。うん、ここでの楽に弾けるアイデアを紹介するので手元のアップで見ておくれ。奏はこのようにコードチェンジのたびに一度指をすべて離してから次のコードを押さえていたんだが、実はこの C と A マイナーには共通する指のポジションがあってな。うん、まあそれは2弦1フレットの人差し指と4弦2フレットの中指なんじゃが、それらはキープしたまま薬指だけを動かして、コードチェンジすることができるんじゃ。まあ初めは少し苦労するかもしらんがな、まあこう慣れてしまえば。とこのように、まあ音も途切れずにスムースなコードチェンジができると思うんで、まあ一度試してみてほしいの。まあ例えばE マイナーと B7 の場合はこうじゃ。 E マイナーと B7 に共通する指は5弦2フレットの中指になるんじゃ。うん、なので中指は押さえたままでコードチェンジ。することができるぞ。博士のメガネ、ぐるぐるしてる。うーわお。続いて。サス4から D メジャーへ行く場合はこうしておるぞ。 D サス4と D メジャー、この2つのコードのポジションの違いは、1弦3フレットのこの小指で押さえている G の音か、1弦2フレットこの中指で押さえている F シャープの音かの違いなんじゃな。うん、そしてギターという楽器はその構造上、同じ弦で高い方の音を弾いている場合、低いフレットのポジションで何を押さえても音程は高い方のままになるので、それを活かせばこの D サス4の時からもう1弦2フレット中指を準備しておく。そして小指を離せば D メジャーになる。こういったこともできるんじゃよ。どうじゃ。うん、まあこのように前後のコードにな、共通する指がある場合は、わしはそれらを押さえたままにして、まあそして残りの指をこう動かすことで音も途切れずに、よりスムースなコードチェンジになると思っておるんじゃよ。このようにコードチェンジの時の運指を工夫することで、より弾きやすくなったり、またより自分の求めるニュアンスに近づいたりするんでな。うん、みんなも
いろいろと試しておくれ。あ、ところで奏、起きた？はい、博士。よし、じゃあまたね。